ブレイキングダウン第15試合、青コーナー175センチ69キロ、ヒューガー。赤コーナー174センチ70.9キロ、DJ マルコ。レフリー田澤康弘。さあライト級です。ヒューガ対 DJ マルコ。ミクロさん、はい、DJ マルコ気になるファイターの一人じゃないですか。そうですね、僕の喧嘩自慢に、出てきた本当の喧嘩自慢なんで、楽しみですね。どのぐらい成長してるのか。面構え印象的です。睨み合います。視線を外すことはありませんでした。 DJ マルコ迎え撃つはヒューガ。空手キックボクシング対総合格闘技という一戦、超短決戦の1分間、喧嘩時間か、それともキックボクシングか。右のローを入れたヒューガー、打っていく、至近距離の打撃戦になった。最初の10秒間掴まれてテイクダウン。迫力あります。いやー、カイさん、かなりパワーは DJ マルコありますね。そうですね、あのヒューガ選手が打撃の選手なんで、その DJ マルコ選手は組みに行きたいんじゃないですかね。そうですね、 MMA で行くというスタイルですね。さあここは掴み合います。返したいヒューガです。打撃戦に持ち込む。残り時間30秒。 DJ マルコが細かくポイントを取っていくでしょうか。さあ上に乗った状態、パンド入れていく。これブレイクです。ミクルさん、ここまでの DJ マルコのパフォーマンスいかがでしょう。いや、面白いですね、総合格闘技を使って戦ってました。右の、はい、キックボクシングはヒューガー。さあ、ここも掴んだ。ただあと残す時間は15秒のみ。あと10秒、時間は少なくなっていきます。さあ後ろ取って、ヒューガーもポイントを取りたいところです。またブレイクです。さあ、かなり疲れている表情を見せたのがヒューガー。 DJ マルコを捉えに行く、この野生的な表情、来いと。しかしここでゴングが鳴りました。さあ判定決着です。試合終了です。判定に入ります。選手は中央へ。かなり左目の上の痛みを気にしているのがヒューガ。さあ DJ マルコ対ヒューガの一戦、判定です。それでは参ります。判定赤1、2、3、以上判定3対0をもちまして、勝者赤コーナー DJマルコ。判定3対0で DJ マルコがヒューガを下しています。まあ、カイさん、総合格闘技スタイルで挑んでいった DJ マルコに軍配でしたね。そうですね、ちょっと組力の差があったのかなって思いましたね。あー、なるほど。ただヒューガ選手、その打撃のキレは良かったんで、ちょっと組とかを覚えてまた頑張ってほしいですね。そうですね。